完成。あ、いい感じじゃないですか、これ。ねえ、たっくん、どうですか？オッケー、たっくんからのオッケーも出ました。このウォールステッカーだったら、賃貸でも場所取らないし、壁に穴開くわけでもないし、けど華やかで可愛い。うん、いい感じですね。はい、てなわけでたっくんもお着替え完了。たっくん、どうですか？ちょっとね、大きめサイズ買ったら大きかった。たっくん、どうですか？たくん、お相撲取りじゃん。もぐもぐ衣装おる？もぐもぐ。たくん、カブト見に行こうか。どうしたそんな悲しそうな顔して。はい、カブトです。どうかな、トラさん、わかる？うん、触りたいかな。ほら、トラさん、ほら、トラさん、わかる？こんにちは、たっくんって言うよ。ほら、こんにちは。もうちょっと前に行こう。はい、どうぞ。たっくん頑張って手を伸ばしてます。いやー、怖い。ちょっと虎さんに興味ある。頭が揺れるもんね、これ。ゆらゆらするから気になるなあ。ちょっと怖しそうね、あなた。もう一度足すか。はい。うっそ。これって、これ抜けていいやつなん？抜けていいやつなんかな。ダメよね、多分。うん、びっくりした、お母さん。え、どうしよう。あ、抜けるやつなんか。なんかここに引っ掛ける？引っ掛けてゆらゆらするみたいですね。これはフォルテさんがちっちゃい時から使ってる兜です。なのでね、ちょっと一部ないものもあるんですけど、まあ、もうしょうがないということで、角は折ったらしいです。弟とフォルテさんが遊び寄って思いっきり折って、刀も折ったそうです。たくん、ゆらゆら揺れるん気になるな。気になるね、トラさん。ほら、トラさんでしょ。ほら、トラさんがおるよ。ほら、トラさん、遊んでって、一緒に遊ぼうって。うん、うん、お腹すいた。